こんにちは、じゅんです。今回は村上春樹さんの風の歌を聴けのあらすじの紹介と物語の解説をしたいと思います。どうかよろしくお願いします。村上春樹さんの衝撃的なデビュー作でありながら、今でもとても人気のあるこの作品、ぜひ楽しんでください。それではまったり文学を読む。風の歌を聴け。主人公の僕がハートフィールドの本を最初に手に入れたのは中学3年生の夏休みでした。それ以来僕はハートフィールドの本から多くのことを学びました。そんな中、印象的な言葉は、完璧な文章などといったものは存在しない、完璧な絶望が存在しないようにね、という言葉でした。そんな中、僕は偶然な出来事からネズミという男と出会います。ネズミは初めてできた友達でした。それからネズミと親友になり、多くの時間を一緒に過ごすようになりました。そして東京の大学生になった僕は、大学が夏休みに入って地元故郷に帰った僕は、友人のネズミと語り合いながら、ジェイズバーという中国人のジェイさんが経営するバーで、毎晩のようにネズミとお酒を飲みました。そして故郷に帰省してからは、毎日毎日ネズミと取り憑かれたようにビールを飲んで過ごしました。そしてある日、いつものようにネズミと語り合いたいなぁと思ってジェイズバーに行ったんですけれども、ビールを3杯飲んで1時間ほど粘ってみても、ネズミは姿を現しませんでした。そんな中、ジェイズバーの洗面所に倒れていた小指のない女性に出会います。小指のない女性は倒れていたので介抱しました。そして女性のカバンの中にあったハガキの住所を手がかりに、彼女を自宅のアパートまで送り届けました。しばらくして、たまたま僕が入った小さなレコード屋で店員であるその女性に再会します。それ以来、その女性とデートをするようになりました。デートをしている中、海沿いの道をその小指のない女性と一緒に歩きながら、女性の人生について様々なことを聞きます。5年前に父親が病院で苦しみ抜いた末に亡くなったこと、そして治療に莫大なお金がかかって家族がバラバラになってしまったことなど、彼女は自分の人生についてポツポツと語り始めていくのでした。そしてある時、その小指のない女性は、恋人と別れて中絶手術をしたばかりであるということを僕に告げました。また話は変わって、ネズミの父親が実業家でとてもお金持ちなんですけれども、それがとても重荷になっているということを僕に話します。そしてネズミは、どこか知らない町に行って小説を書くというのが目標だということを僕に告げました。しかしネズミは普段スポーツ新聞であったりダイレクトメールぐらいしか読んでないんですけれども、当然ながら一行も文章を書くことができていません。しかしネズミは書くたびに、自分自身が啓発されていくようなとても素晴らしい作品を目指しているということを意気込んでいました。そして僕が故郷にいる最終日、東京に帰る前に僕はスーツケースを抱えたままジェイズバーに最後行きました。まだ開店していなかったんですけれども、ジェイはビールをご馳走してくれた上に、お土産のフライドポテトまで持たせてくれます。夜行バスに乗り込んだ僕は、窓の外を流れていく夜景を眺めながら、まだ温かいフライドポテトを食べました。そして長い月日が経ち、現在の僕は結婚しています。そして東京で暮らしています。ネズミはまだ小説を書き続けていました。毎年クリスマスに彼の小説のコピーを僕に送ってきてプレゼントしてくれます。そして再び故郷に帰っても、
小指のない彼女はレコード屋を辞めてしまい、アパートも引き払っていました。小指のない彼女はもういませんでした。そしていつの日か彼女と一緒に歩いた海沿いの道を一人で辿って水平線を僕は眺めたんですけれども、不思議と涙は出てこないのでした。おしまい。いかがだったでしょうか。この作品は1979年に村上春樹さんによって書かれたデビュー作です。この作品がなぜ書かれたのかというと、村上春樹さんは大学を卒業してから当時ジャズ喫茶を経営していました。そんな中ある日、29歳の時、プロ野球開幕戦を見に明治神宮野球球場に村上春樹さんは行きました。そしてヤクルトスワローズ対広島東洋カープ戦を観戦していた村上春樹さんは、打者が二塁打を打った時に突然小説を書こうと思い立ったんですよね。そして思い立ってから真夜中に1時間ずつ4ヶ月かけてこの風の歌を聴けを完成させました。なかなか面白いこう小説の小説家としてのスタートの仕方ですよね。ストーリーといってもそこにはこう説明するほどの筋立てっていうのはこの風の歌を聴けにはないんですよね。僕がジェイズバーに通ってネズミと呼ばれている相棒と一緒にビールを飲むというのがこの作品の大体の骨格なんですけれども、つまりこの作品は基本的に何も起こらないんです。何か大きな事件っていうのは起こりませんし、ただ僕が毎日淡々と過ぎていくだけの物語なんです。劇的な展開っていうのは意図的に排除されていると言ってもいいぐらいに、この物語はとても平凡なものなんですよね。しかしこう村上春樹さんの小説を読んだことがある人ならわかると思うんですけれども、村上春樹さんの小説ってものすごく独特な雰囲気ありますよね。セリフ回しであったりだとか、情景であったりだとか、作品全体に漂っているこう喪失感、達観した感じ、共通していますよね。村上春樹さんの世界観っていうのがこの風の歌を聴けでも、もうものすごく発揮されています。この後村上春樹さんは様々な名作を生み出していくんですけれども、その名作を全ての作品を貫いている一つの世界観というのがこのデビュー作でもすでに確立していたんですよね。アメリカ文学であったり洋楽に非常に強い影響を受けたからこそ、独特のこうクールな語り口が生まれているんですよね。物語の最初にあった僕が敬愛している作家ハートフィールドの文章がありますよね。完璧な文章などといったものは存在しない、完璧な絶望というものが存在しないようにね、一番最初の文ですね、この風の歌を聴けの。実はこのハートフィールドという作家は存在しないんですよね。架空の作家なんです。ですけれども、この風の歌を聴けの中にハートフィールドの作品の引用があるんですよね。火星の井戸という作品の引用部分があります。この火星の井戸という作品の内容というのが、火星人が掘った火星の井戸の中に一人の青年が入り込んでいろいろさまようんですけれども、そこから地表に出ると同じ地表のようで全く違うかったり、時空が歪められているという、そういう物語なんですよね。そして青年が井戸から出てきた時に、火星の地表の風が青年にこのように語ります。君が抜けてきた井戸は時の歪みに沿って掘られているんだ。つまり我々は時の間をさまよっているわけさ。宇宙の創生から死までもね。だから我々には生もなければ死もない風だ。このようなハートフィールドの作品火星の井戸の引用がこの風の歌の中に収録されているんです。この作品のタイトルは風の歌を聴けですけれども、そう考えると人生にはいろいろな風が吹いていて、環境であったり宿命であったり運命であったり、いい風もあったり悪い風もあったり、でもいつかは
風向きが変わって人生において辛いな、絶望だと思う時でも、風が歌うのをじっと聞いて身を任せるのがいいよ、というふうにタイトルの意味を捉えるといったこともできますよね。そう考えると冒頭の完璧な文章などといったものは存在しない、完璧な絶望が存在しないようにね、というセリフもなんとなく意味が分かってきますよね。この印象的な冒頭の文章は、後の村上春樹さんのインタビューで、風の歌を聴けをなぜ書いたのかと問われると、冒頭の文章が書きたかっただけです、あとはそれを展開させたかっただけと語っています。そして村上春樹さん自身はこの冒頭の文章を大変気に入っており、小説を書くことの意味を失った時にこの文章をふっと思い出して勇気づけられるといったことも言っています。この風の歌を聴けという作品自体も完璧な文章ではないですし、話の展開、起承転結、その意味、理解できない部分も多くあります。しかしそれは世の中に完璧な文章は存在しないし、完璧な絶望はないし、完璧なものって何一つもないからなんですよね。そんな中で私たちはどうして生きていけばいいかっていうと、風の歌を聴いて身を任せるしかないんですよね。ぜひ皆さんも風の歌を聴け読んでみてください。とても素敵な作品です。またこのチャンネルでは文学のあらすじや解説を動画にしています。チャンネル登録、高評価していただけたらとても励みになります。またいつもコメントしていただいている皆様、ありがとうございます。いつも読んでとても励みになってます。本当にありがとうございます。いつもこれからもたまにでいいので書いていただけたらとっても喜ぶのでお願いします。それではご清聴ありがとうございました。